はい、どうも、加藤ちゃんでーす。ちょっとずれてる。どっちかいな。はい、どうも、加藤ちゃんでーす。今回の動画は、ちょっとね、軽食についてもちょっとお話ししたいなーと思っております。では、では、では、スタート。はい、改めまして、加藤ひろきです。今回、脳卒中の後遺症で、軽食ですよね。そこについてちょっとね、最近ちょっと僕が思うことがあるんですけど、そこにちょっとね、今回の僕のお悩みかな、ちょっと話してみたいと思います。僕そのまあ、軽食対策でゼオマインっていう筋肉を緩める注射を4ヶ月に1回だったっけ3ヶ月に1回だったっけちょっと忘れました。前回11月に打って、今回2月だから11、12、10月だ4ヶ月に1回か。で、寒いと筋肉が硬直するんですよね。で、寒いとやっぱグーッと入るから緊張もやっぱ強くなって、軽食の方も結構あれなんですけど、まあ指とかもまあ柔らかいんですよ。でも動かないですけどね。ちょっと最近手が硬くなったなっていうのがちょっと出てくるんですよね。ちょっと手がこう内に入っちゃう、こんな感じ。前まではこうだったんですけど、ただ指のこの握り込みがなくなったっていうのはありますよね。前までこうだったんですよ。握り込みひどかった時もあって、今そういうのがないんですよね。普通にまあこんぐらい、ちょっとこれを動かすから、こう手首を動かすからあれですけど、だいたいお前どうなってるの、まあ、こんな感じ、ペローンってこんな感じかな。前まではこんなちょっと握り込みがちょっとひどかった時あったんですけど、それが今なくなったかなっていうのはありますけど、ちょっと手首が前こうだったのがちょっとこんなになり始めてるし、で一番の問題は肘ですよ。カッチカチ結構、まあ、確かに軽食はありましたけど、ちょっと硬くなってきたかな、だいぶ。前までなんか普通になんか、こんな感じになってたのが、ちょっと今最近グーッと力が入ってる状態でこうなってるって感じ。で、実際、そうですね、車の中だと、まあ、こんな感じで、一応ダラーンとしてるんですけど、まあ、大体これが、こう座ってる時とかはいいんですよ、まだ。で、歩いてる人はこんな感じなんですけど、寝てるときひどい、めちゃくちゃひどい。普段もこんなあるですよ。まあ歩いててもこんな感じの角度で保ってるんですけど、寝てるときグググググググってこんな感じで、もうこうなったんですよ。しかもめちゃくちゃ硬い。まあでもこんな感じで動かせますけど、まあ寝てるせいかもあるんですけど、まあ寒いっていうのもあるかもしれないですけど、なんとちょっとかっけえなこれみたいな。でこう伸ばすんですよね、一応僕。邪魔くさいからって。まあだって布団の中手入れててもこうだんだん出てくるから、指先寒いんですよ、感じるんですよ、その寒さを。あまだ出てるとか言いながら。で結構もう布団から立ち上がる時とかって、まあ、こんな感じですけど、ちょっと車の中でやりますけど、こう足でこう反動上げて
うんとくしょんって上がるんですよ、こうやってから。その時に、この子が、こう、なって、邪魔くそーって思って、うーって。毎晩に、夜中にトイレ行くときは、格闘しております。それが悩みかな、今のところ。なんかもうちょっとなんかこう、肘が、寝てるときかな。タラリンパならんかなと思って、そういうのが。寝てるときだけなんですよね、こうなってるのって。普段はこうなってないんですけど、そこのとこが、ちょっとな、僕の悩みかなと思いますけど、本日はまあ最終日だということもあってね、僕がいつも、してる、リハビリじゃないですけど、週2回、火曜日と金曜日に、まあ大体火曜日と金曜日に行くんですけど、友達の接骨院に行って、EMS 当ててもらったりとか、ストレッチしてもらったりとか、こんな感じではやってるんですよ。へぇ。カツサト、どこだったっけ？この医療向こうに行ったところのあれか。ああ、いいじゃんこ。チェーン店美味しいんだよな。あ、この間記事見ようたら、あそこのトンショーが広島県で2番目におすすめの。あ、そうなんだ。うん。トンショーだの、僕なんか僕に行く料理とかな。そう。なかなかね、この自分でこう、こっちのストレッチって難しいんですよ、意外にね。やろうと思って、やっぱ人にやってもらった方がちょっとね、楽なんですけどね。まあそういうので、まあ自分のできる範囲ではこうやって、まあとにかくその、拘縮ならないよ。拘縮っていうのはもう使わなくなったら動かなくなっちゃうんで、もう、軽縮程度にはもう、我慢してんでいいのかなとは思いますけど、もっともっとね、こう柔らかくなればいいなと思って。まあそんな感じで、だいたいマッサージの方やっております。なかなかね、大変ですよ。結構手が、そうね、ダラリンパ、なんかあんま、なんかダラリンパになりすぎると、なんか、なんだっけ、脱臼しやすくなるとかって、なんか三角筋にしとかなくちゃいけないっていうパターンもあるみたいですけどね。なかなかね、寝てるときにね、こうなっとったらね、邪魔くせですよ。ほんまに。すげえ、でもこう、力入ってるんですよ。わかるんですよ。で、それで僕起きるんですよ、だから。あー、また力入ってめんどくせえ、とかってみたいにググって伸ばしてから。もういいやと思って、なんかもう疲れて、もう、勝手にして、みたいな感じで、寝てるときもあるんで、なかなかね、ほんとね、この、脳卒中の後遺症って人それぞれだから、僕のパターンはそういうパターンでございます。まあ確かにね、軽縮対策としては今、ゼオマインの方を打っております。なんか効いてるのか効いてないのかよくわかんないんですけど、けど、足はすっごい楽になるんですよ、歩き方が。もう4ヶ月ぐらい、もうゼオマインもう2週間前ぐらい、もう、歩きにくくてっていうのが、僕の中ではそこが一番わかりやすい。では正直わかんない。そんなところでございます。今回は、軽縮についてのお話でございました。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。